大正中期の甲府商業学校明治40年代の甲府商業学校甲府私立甲府商業高等学校は山梨県甲府市に所在する私立の商業高等学校山梨県の伝統校で地元では高賞または単に商業と略称される甲府市の私立高校で唯一県立学校と同条件で入学者選考を実施する1901年 甲府神城高等小学校愛用医教場内に私立甲府商業学校として開校。翌年には新校舎のある甲府市東青沼へ移転する。1940年には第二商業学校が閉地され、戦中は医学専門学校として県へ移管される。終戦後の1948年に新生商業高校となり、1951年には、 男女共学前日制高校となったことから、第二商業学校は定時制へ移行した。1977年に現在地である甲府市南部の上井前町へ移転し、跡地である青沼地区の敷地には甲府市総合市民会館が建設された。スポーツ各部ともに、県下では競合である。特に、剣道部男女、バドミントン部男女、ソフトテニス部女子は、 インターハイの常連である。2007年夏には、公式野球部が44年ぶり3度目の第89回夏の甲子園出場を果たした。アマチュア無線指出し府 51ZML が存在した。山梨県公立高等学校の入学者選抜における全国募集。山梨県教員。2020年7月24日閲覧。AB、写真集。 明治大正賞は甲府ふるさとの思い出10、飯田文也、坂本徳一著、図書館公開、昭和53年、国立国会図書館、蔵書、2019年3月22日閲覧2007年7月29日、スポーツ報知によると、1963年夏の全国大会は、第45回記念大会で出場校が多く、甲府賞は、 阪急西宮球場で3試合を戦い、そのため堀内とその同期生は厳密には阪神甲子園球場では試合をしていない。ありがとうございます。